シャルル・ルクレール無断でスカイダイビングをして怒られる。シャルル・ルクレールはチームに無断でドバイでスカイダイビングをしたことでフェラーリに怒られたことを明かしました。通常ならちょっと普通ではないと思ったことがあればいつもはフェラーリに尋ねている。でもパラシュートジャンプは対象外にした。問題があったとしても叱られることはないと自分に言い聞かせたんだ。彼らはそれを知って少し怒ってたよ。二度とそんなことはしないだろう。やりたかったですね。これだから確信犯でやったっていう、はい、やりたかったんですね、うん、聞いたらこれ怒られると思うから気づかなかったことにしようかってやつですね、うんはい、だからやりきった写真を撮ったってことですね。そうですね、うん、だったらすぐにその日中にアップしなきゃいいのにこっそりしときゃいいのにそれインスタにアップしちゃうところもまたちょっとやりたかったですね。そうだよねやったぜ俺ウェイっていうのやりたかったんですね、うんうん、まあでもこれでもあの好感度アップじゃない。ちょっとほら、優等生キャラだったのが、そういやでもちょっと去年1年で随分あのダメなキャラについちゃってるから、ね、ちょっとヒールキャラに行ってたから、うん、ね、まあ、ちょっとこれであんなの可愛いじゃんみたいなノリスのインスタ見てちょっと勉強したんだけど俺もこうやればちょっとイメージアップまたできるかなみたいな、うん、あの教えてくれたらもしんないダイレクトメッセージでこうやった方がいいよ。そう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 ちょっと世代が違うんですけどノリスとアルボンから聞いたのかもしれない、仲いいから。ああなるほどね、うんスカイダイブでもまあでも普通ちょっとやっぱりね安全とはいえ何かあった時にちょっとの怪我じゃ済まないような、うん、まあ怪我じゃ済まないですよね。済まないよね、うん、やっぱり確認、まあだから確認と取れなかったんだよね。取ったらダメって絶対言われますからね。でも絶対やりたかったんだよね。そうですねまあこれでもアブダビグランプリの決勝の翌日ですからね、インスタにアップしてるのがえってことは多分その日にやってその日中にインスタにアップしてますよこやつは。その週明け火曜日水曜日がテストだから、はいはい、月曜日1日オフなわけですよ。あそこでで、アブダビに泊まってるのにわざわざドバイまで行って、うん、そうだねやって、だから確信犯です。その日たまたまあのパラシュートできるからってやったわけじゃないです絶対。そうだね、うん、たまたま目の前にパラシュート場があったわけじゃないよね。ないです絶対行ってます、ね、移動してるんだもんドバイから、ね、絶対狙って予約してるってことでしょ。そうですやりたかったんですね。ああなるほど、まあモナコじゃスカイダイビングできないですけどね。なるほどなるほど、うん、まああの F1 ドライバーの契約ってまあやっぱり複雑というか、はいはいはい、いろんな項目があって、はい、まあドライバーからチームに要求する項目もたくさん、うん、例えば飛行機の移動はファーストクラスだけとか、うん、いろいろ決まってるんですけど、はい、まあ、チーム側からもやっぱりそのこれやっちゃダメよとか制約があって、はい、やっぱり怪我しそうな可能性のあるスポーツはやっちゃダメとかね、うんうん、いろいろあるわけですよ、はい、スキーとかサッカーとか、うん、あとモトクロスとかも危ないんで、はいはいはい、バイクは結構まあバイク乗ってる人多いんですけど、はい、まあでも乗っちゃダメっていう契約の場合もありますよね、はいはい、うん、でもそれで言うと本当はあのみんなよくドライバートレーニングで自転車サイクリングとかやるんですけど、うん、あのそれでこけて怪我するっていう人も結構いるから。なるほど、ね、結構危ないっちゃ危ないですよ自転車も、うん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 、あとバイクも MotoGP が好きだっていう人結構いて、はい、まあ、レースそのものが面白くてよくフォローしてるよっていう人もいるんですけど、うん、もうちょっと隙あらば乗ってやろうかみたいな。あなるほど。この間ハミルトンもねロシとマシン交換でやってましたけど、うんうん、まあ、ホンダ系も結構ね、まあ、フェルスタッペンも乗りたいって言ってたし、ガスリークビアトも乗りたいって言ってましたけどね。やっぱこうみんな地面近いとか走ってたの多分ね、マイクだとほらもう倒すとだってもう頬が地面に当たるぐらいだと思ってそこまでいったら絶対こけてますけどもうすでにそこまで倒せないでしょ素人。より低くより低くっていうまあでもね普通の人じゃ絶対、ね、乗れないバイクですからね、うん、あんなのね。なるほどね。まあアロンソ乗ってましたけどね、あのホンダサンクスで来た時。ああなるほど、へえ、そうなんだ。だからホンダ系は頼めば意外といけるかもしれないですけどね、うん、まあ、サーキットであればそこそこ安全性も高くてねちゃんと乗れますからね。だからフェラーリサンクスデーでモンザの上から降ってくればよかったな。いや絶対やらせてくれないですよそもそもやらせてくれないですよそれお願いっつってお願いっつってイタリアだったらいいでしょってまあでもあのよく言われることですけど、はい、F1 よりもサッカーの試合で怪我する確率の方が高いですからね、はい、
圧倒的に、まあ、まあまあそうだよね、うん、レース F1 って危険、命と危険と隣り合わせみたいなイメージですけど、うんうん、F1 で怪我した人ってあんまりいないですからね。それで言うと、ああなるほどね、サッカー選手は結構ね日常的に怪我してる人がいるけど、うん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 、だからまあサッカーそもそもだからプレイするの禁止っていうチームも結構あるっちゃあるんですよ。ああなるほどね、うん、たまにあのチャリティーマッチで、うんうん、特にまあモナコなんか毎年チャリティーマッチやってますけど、はい、サッカー禁止っていうチームもありますからね。ああまあまあ確かにね、何が起こるか分かんないからね、うんうん、その割にはチームスタッフは結構フットサルとかやってますけどね、土曜日の夜とかみんなでやろうぜって言ってやってるチーム対抗でエンジニアは怪我してもええんかいっていうところですけどね、うん、まあエンジニアは多分怪我しても仕事できるけど、ドライバー怪我したら乗れないからね。まあ確かにね、うん、まあまあまあね、まあまあそれだけね、まあそれだけまあ、 あの報酬ももらってるわけだし、うん、ね、やっぱりとかプロとしてプロとしてね、うんうん、まあだからプロとして黙って乗ったってことですね乗ったってか黙ってジャンプしたジャンプしたよかったですね、あの飛ぶ前に太郎ノートに書かれてなくて。そうだね、うん、もしだから、うん、あの、うん、アブダビグランプリもルルルって書かれてなかったからよかったけど、うん、もし書かれてたら、うん、レースじゃなくてこっちで被害を被ってた可能性ありましたよね。分かんない、でもこっちで何かその不都合があって飛ぼうと思ったけど飛べなかったんだよっていういい方に働いたかもしれない。あなるほどね、うん、上がる飛行機がエンジントラブルですぐ降りてきたとか結構な高いところ行くじゃんとこれ。そうですね、3000m4000m、 うわ怖い。そこまでいかないのか、うん、どうなんだろう、うん、これだってインストラクターに抱っこされてても多分太郎さんだったらもうバッと外出た瞬間に気絶だね。気絶高すぎると逆にでも分かんないもんじゃないですかね。分かんないもんなのかな、うん、恐ろしいわ。まあだから地面に近づけば近づくほどしまったと思うんだろうね、怖えみたいなそこに行くまでに多分パラシュート開くんじゃないですか。ああそこそこ、うん、だからあのバーって降りてるなんか気持ちよさだけがこう残るっていう。怖いな、飛び出すその最初の怖さだけじゃないですか。恐ろしい。まあでも楽しそうだねまあやっぱりだからネジは何本か取れてるんです ね、 そうだね、この人たちはね、うんうん、これマーク共通なのかな、キツネマークは。違うと思いますけど、たまたま。まだ古い人はこうですもんね、おじさんだと。ああなるほどね、はいはい、よくシューマッハとかこうやってましたもんね、マッサとか。なるほど、じゃあそれね、だからライコネンだったらこうやったんじゃないですか、はい、ライコ王子だったらこうなってたかもしれないです。じゃあ我々もおじさんなんで、そう、ね、そういうタイミングのニュースでございましたおちゃらけたらダメだって言ったのにおちゃらけてるし